ステファノ・ペル・ジーには、イタリア・ビテルボ出身の元オートバイレーサー。ロードレース世界選手権 125cc クラス、250cc クラスで活躍した。グランプリには1993年、ミザノで行われた、イタリア GP125cc クラスのレースに、アプリリアのマシンを買って、ワイルドカード枠でデビューした。また同年には、ロードレースヨーロッパ選手権と、 イタリア国内選手権の両方で 125cc クラスのシリーズチャンピオンを獲得している。1994年19歳になったペルジーにはアプリリアイタリアコルゼ IPA チームから世界選手権にフル参戦を開始。ドニントンパークで開催された第10戦、イギリス GP では辻村武志に続いて2位でゴールし、初表彰台を獲得した。 最終的にこの年は4度表彰台に立ち、106ポイントを獲得し、シリーズランキング7位となった。翌1995年シーズンもチームに残留し、4度の2位表彰台でシリーズ6位を記録した。1996年の開幕戦、シャンアラムで開催されたマレーシア GP でペルジーにはグランプリ初優勝を遂げた。 その後第6戦フランス GP で2勝目、第9戦イギリス GP で3勝目と快進撃を続けたが、シーズン終盤6戦はわずか9ポイントの獲得と、大きく調子を落とし、シリーズランキングは6位に終わった。1997年、ペルジーにはナストロ・アズーロ・アプリリリアチームから 250cc クラスにステップアップを果たした。クラス初年度のベストリザルトは、第7戦。 ダッチ TT での5位、シリーズランキングでは、アプリリアのプライベーター勢では、トップとなる9位を記録した。1998年シーズンは、カストロールチームに移籍し、マシンを、ホンダ NSR250 に乗り換えた。第8戦イギリス GP と、第11戦イモラ GP で3位表彰台に立ち、シリーズ7位となった。 翌1999年も引き続き NSR250 を借り、全16戦中15戦を1桁順位で完走する、安定度を見せて、シリーズ5位と成績を伸ばした。2000年は、世界選手権には参戦せず、2001年からは 125cc クラスに戻り至るジェットのファクトリーチームより、出場したが、2001年は、シリーズ21位、2002年は、 シリーズ17位とかんばしい結果は残せなかった。2003年はペルジーニにとってグランプリにおけるベストシーズンとなった。アブルッツォレーシングチームに移籍し、再びアプリリアのマシンを借ることになったペルジーニは開幕戦日本 GP、第9戦ドイツ GP とシーズン2勝、他にも2度表彰台に立つ活躍を見せ、シリーズランキング4位を記録した。2004年シーズンは、 ジレラのファクトリーチームであるメティスジレラレーシングチームに移籍し、ファブリツ・ヨライのチームメイトを務めたが、わずか4戦でのポイント獲得に止まりシリーズ24位に沈んだ。翌シーズンより 125cc クラスには最高年齢制限が導入されるため、30歳のペルジーにはこの年が最後の 125cc クラスとなった。 2005年シーズン開幕前の 250cc クラス暫定エントリーリストにはペルジーニの名前があったが結局参戦は叶わず2004年の最終戦がペルジーニにとって最後のグランプリとなった。ありがとうございます。